吉田さん、今回はね、気にする気になるのを、気っていうことにしましょうか。病気とか元気とか、気持ちがいい気持ちが悪いってありますよね。あの、そっかには受信力っていう考え方があるんですけども、これね、受信しないっていうことも受信力の力の一つなんですよ。あえて受信しないみたいなね。あの、予備校に行ってた時に、電車で通ってたんですよ、一年間。 で、電車に乗ってるとこのこの女の子がね、女子高生が向こうの方でこっち見てクスクス笑ってるような気がして笑い声がものすごく気になってね、車両を映ったことがあるんですよ。俺なんか笑われてんのかなみたいな気がしてね。それはまあ、自意識過剰でそんなね、女の子たちが僕のことなんて見てるわけないよねっていう風うに思えればよかったんですけどもそういうのが気になっちゃったんですよ。で、それからというものを女の子が2,3人で固まって笑ってるとなぜか俺のことが 笑ってるような気がするななみたいなね、気がしちゃって気になったんですよねでも今は気にしない力ってのを身につけてると思いますで今こうナイト2000の中にいますけどもこの車は気にしてほしいんですよ多くの方にで自分のアイデンティティなんですごいだろうみたいな感じでね誇りたいわけですようんそういうことがあるなあと思いましたねそのこの木何の木気になる木とか言いますけども 気にすることと気にしないことっていうのは無意識にできることと意識ですることっていうのの両面があると思うんですよねどうしても気になるなーってことがもし自分の健康とか気分を害するんだったら気にしないような受信力を身につける受信しないって力を身につけないといけないんですよね例えばこういうこともあるんですよあのマスコミはデマばっかりだっていう人がいるんですよねでものすごくマスコミのデマを力説するんですよいやあなたはマスコミ見すぎだよ それを力説私にしても私はマスコミをゼロとは言わないけどほとんど見てないんでそんなことが流行ってると思わなかったしそんな人が炎上してるなんて知らないしそもそも炎上っていうのはその定義が曖昧ですよねと何コメントがたくさんつけば炎上なんですか応援よりもどっちかっていうと批判が何件上がったら炎上なんですかみたいなことですよねそういうの全く気にしないと風が吹いてるのもんだっていうふうに思うことにしたりとかね それこそ、本当に電車の向こうで女子高生が私を笑ってるにしても、車両が変わればね、もう全く気にしなくていいわけですよ。だからそういうふうな受け取らない力、受信力ってのもあるんじゃないかなと思いますま。そうなると、世の中のことが全く気にならないし、どこかで私を貶めるような、なんかね、コミュニティがあるのかもしれない。噂では聞くんですけどね。でもそこに行かないし、そもそもそこ見に行って気分が悪くなるってことをわかるんで行かない。もうね、受け取らない。もうメールも見ない。 嫌な予感がしたら、人からのメッセージ全然見ないみたいなことをね、してるんですよ。電話かかってきちゃったんで、また。はいはい、お帰り。お疲れ様。今、車の中で撮影してるんで。んんうん。<laughs> いやあ、またすぐ行くから。はいはい。ということでね。 電話がかかっても気にしないっていうレベルになるといいんですけどもこれね奥さんからなんで気になるんですよっていうか奥さんがね自分のことをすごく気にしてくれてるんで24時間365日嬉しいですよね私もね奥さんのこと未だに大好きなんで未だに気になりますねじゃあ行ってきます